皆さんこんばんこばは、モフオです今回はね、寝かしつけ動画の新しい動画を出す予定だぞ。<laughs> 例によって絵本を読んでいこうかなって思ってるぞ。うん。まあ絵本を読む前にさ、今日はどうやった楽しかったそれともしんどかった <laughs> うん、どちらにせよ。よしよし。 よう頑張っとんな。たとえ自分は頑張ってないと思ってたとしても、もう絶対何かしら人間って頑張ってるから。もうそうやで。周り見たらさ、周りの子はちゃんとしっかりやってて頑張ってんなーって思うやろ。でもな <laughs>、逆に言ったら周りから見たら、君やってちゃんとやってて、 うん、こういうとこすごいなって思われてることたくさんあると思うね。まあ、そういうもんやぞ。<laughs> よしよし。でもそうやって、自分の足りてへんところをちゃんと客観的に分析して、で、人のいいところも見つけられてな。うん、そういう優秀で真面目なとこが、多分君のいいとこやな。<laughs> よしよし。それはとってもええことやね。もう長所やと思うね。 うん、まあ、どちらにせよ。まあ、何にせよね。このモフオの動画のコンセプトっていうのは、大体のんびりさ、まったりいこうぜ、みたいな感じやから、うん。この動画を聞きながらね、なんか、肩肘張らんとさ、なんか、ゆったりもう、あみたいな。<laughs> あーもう脱力だ、みたいな感じで、うん、聞いててくれたら嬉しいなと思っていますね。 はいでは確認といこうか歯磨きはしたか風呂には入ったか明日の準備はちゃんとしたかおおそらしてるわな <laughs> してなかったらちゃんとやってきや <laughs> うんというわけでじゃあもう明かりを消して 布団に入ろうってところやね。まあベッドかもしれんけどな。はい、じゃあ明かりを消して。で、ベッドを寝転んで、うん、布団もちゃんとかぶって。まあ、最近は、まあこの動画を作ってる時は、まあいつ聞かれるかわからんけどさ。<laughs> メタ発言やけどね、今のね、うん。最近は結構寒かったり暑かったりっていうのがあるからね。うん、その温度調節は気ぃつけや。 迷ったら暖かめにしときや。うん。<laughs> うん、そうやね。で、この動画はね、うん、こうやってなんか今画面映っとうやろおう。だから見ててもええねんけど絵本やからな。うん、スマホ閉じて、うん、寝る体勢になっとったわ。寝れそうやわね。うん、<laughs> まあ好きなスタイルで聞いて。うん、なんか見てる途中で、ああもうなんか、 絵本読んでるの聞いてた。眠なってきた。って言ったらもうスマホポーンって閉じて寝てもええしな、うん。動画も閉じてね。うん、<laughs> まあその辺はみんな好きにしてな。うん、はい。じゃあ早速、今回もね、絵本広場さんにお邪魔してますね。<laughs> おなじみ絵本広場、うん。こんな使い方をしていいのかわかってないけど、多分ね、利用規約見たら別にいいって書いてあったと思うんだけどな。うん まあ絵本広場さん一応使わせてもらってるからね、うん、別にスポンサーじゃないけどさ、うん、一応感謝の気持ちを込めて、うん、たくさん紹介しとこう無料の絵本を公開しているサイトですね、うん、じゃあどれ読もうかどれが気になるなんかねタイトル見てて気になるのはこれなんだよな「君は綺麗だ」ってやつちょっと読んでいってみようかはい じゃあ行くね君は綺麗だあれあこれで合ってんのか <laughs> ごめんごめん <laughs> じゃあ行こうか君は綺麗だ怪獣のジューダには家族も友達もいなかった汚いねあっちへ行きなジューダはどうやら 嫌われ者で、おばさんに追い払われてるね。ジューダは体を洗ってみた。おいおい、水が汚れるじゃないか。出て行ってくれよ。話しかけても見た。落とし物だよ。うわあ、お化けだ、まあ。見た目が結構怖いから、いろんな人に、なんだろう、嫌われてるというか、避けられてるみたいだね。 一緒に遊ぼう。真っ白な鳩以外はお断りよ。一緒に遊ぼう。そんなおかしなウサギとは遊べないよ。何をやっても不気味な姿は変わらなかった。ジュー打はすっかり元気をなくしてしまった。ある朝のこと、一匹の蝶が落ちてきた。 助けてください。喉が渇いて死にそうです。ジューダは蝶に水を飲ませてやった。水に映った自分の顔にジューダは悲しくなった。ありがとうございます。おかげで元気になりました。蝶はジューダのそばの花に止まった。どうしてお前は逃げていかないんだ俺を見て不気味だと思わないのか 蝶は言った私は目が見えないんですだからあなたの姿を見ることはできないんですそうかじゃあそんなに綺麗な自分の姿も見ることができないのか私は綺麗なんですかそりゃあもちろん私の綺麗ってどんな感じですか そうだな見ていると心が楽しくなって、幸せな気分になる。そんな感じだ。蝶は言った。それならあなたも綺麗ですね。俺があなたの声は聞いていると心が落ち着いて幸せな気分になる。あなたは綺麗だ。 だからもっと声を聞かせてください。そうだ、歌を歌ってみませんか歌私の楽しみは踊ることなんです。あなたの歌で踊ったらきっと楽しいと思うんです。ジューダは歌った。チョウは踊った。チョウがとっても嬉しそうで、ジューダもなんだか嬉しくなった。 二人は歌い踊り続けた。朝の歌に、夜の歌、雨の歌に、風の歌。いろんな気持ちを歌にした。危ない時は助けてやった。お前といると強くなった気がするよ。いつの間にか何も気にならなくなった。 どこからか聞こえる歌声にみんな幸せな気分になった。次は何を歌おうか。ジューダの歌声は蝶のそばから今日も聞こえる。おしまい。<laughs> なんか結構いいお話だったね。表紙見たら結構不気味な感じだったけど、普通にいい話だね。 多分この絵本が伝えたかったことっていうのは見た目よりも中身が大切ってことだろうな <laughs> 今ってやっぱインターネットが発達してさソーシャルネットワークっていうのツイッターとか、まあ、YouTube ビリビリもそうだよね様々な魅力的な見た目の人たちが 活躍している姿を見て自分なんてって思うかもしれないけどね。<laughs> そんな見た目だけじゃないからね、この世の中ね。うん、見た目が評価される風潮もあるにはあるけど、逆に言ったらそれは浅い世界なんじゃないかってことだよな。<laughs> さっきの銃0みたいにさ、蝶と。見た目だけで。 仲良くなるんじゃなくて中身っていう深いところで仲良くなった友達こそが本当になんだろうより良い関係になれるというかね <laughs> なんかそんな感じの素敵なお話やったなおこれでどれぐらい時間が経っているんだろうかうんまだ眠くない寝てるかなあ <laughs> そんな簡単に寝るかいなってちょっと待っててあこれで10分かじゃああと1個ぐらい絵本読んでおしまいにしようかどれがいいかなとうん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 新着絵本か6歳以上ママどこにいるのこれかわいいかもね これやってみるでもなんか「悲しい」って書いたある <laughs>。大丈夫かなちょっと読んでみようかママどこにいるの私ミミママを探しているの向こうから男の人がやってきたので聞いてみるママどこに行ったか知らない男はちらっと見ただけで何も言わず行ってしまった。 今度は犬を連れた女の人がやってきたので聞いてみる。ママ、どこに行ったか知らないミミは女の人に聞いたのだけど、犬が代わりにうれしそうに言った。僕とあそぼあそぼ。う。私、ママを探してるからまた今度。レストランの前に来ると、コックさんがいたので聞いてみる。 ママ、どこに行ったか知らないコックさんは耳を見ると「おやご飯が欲しいのかいちょっと待ってな」と言って奥に行ってしまった「ママを探してるから今はいらない」ご飯を持って戻ってきたコックさんにそう言って耳はまたママを探しに行くそうだママおうちに帰ってるかしら かえって探してみたけれどやっぱりまだママはいないすると食卓でガタッと物音がした食卓では知らない猫が何かを食べていた「あらあなたは何をしているの俺は食事をしているんだお前はここのうちの子かそうよママと二人で住んでるのだけど」 ママが帰ってこないの。どこに行ったか知らないミミは猫にも聞いてみた。知らないな。ところでお前、ご飯はちゃんと食べてるのかあんまり食べたくないの。猫は今にも倒れそうなミミの様子を見ていった。俺はこの町に詳しいから、お前のママを一緒に探してやるよ。まずは腹ごしらえだ。 ついてきなお前名前は?」「ありがとう」「ミミ」っていうの。猫が連れてきたのはたくさんの野良猫たちが暮らしているたまり場だった「おいミミ素敵なところだろう食べ物もたくさんある」「まずは食べて元気になれよ」「ご飯を食べて」 いくらか元気になったミミは猫と一緒にママをあちこち探して回ったママママどこにいるのけれどどこを探してもやっぱりママはいないミ,ミとっておきの場所に連れて行ってやる夜になると猫は秘密の抜け道に案内した。 まあ、こんなところに入れるのそこにママはいるかしら道を抜けると月が映ってほのかに輝く小さな湖が見えた。ミミにこれを見せたかったんだ。まあきれい、ママの宝石みたいだわ。なあミミ、ママが見つからなくても、俺がずっと一緒にいてやるよ。 ありがとうでも私もう少し一人でママを探すわごめんなさいミミはまた一人でママを探し始めた「ママママどこにいるの?」ミミがとぼとぼお家に帰ると隣の家の夫婦がこちらを見ている「ねえこの子隣のおばあちゃんちのミミちゃんだわ」かわいそうに。 ぼっっっちちになっちゃって、ね、なあそうか引き取り手がなかったのかなそうみたいねうちではやっぱり無理よね俺のアレルギーがなければいいんだけどな二人は何を話しているのかミミにはよくわからなかったミミは二人の元から走り去ると猫から教わった抜け道にやってきていた 昼間の湖もきれいかしらなんだか疲れちゃったからほとりで少し休みたいわ湖のほとりにはこの間の猫がいて耳を見るとにっこり笑っていた耳、待ってたんだやっぱり俺のところに来ないかずっと一緒にいようそうしたいけれど私はママのたった一人の娘だもの ミミ、湖に映る自分をよく見てごらん私、あなたと行くずっと一緒にいるわ本当の自分を見つけたミミはもうママのことを探さなかったおしまいなんかいい話だったけどちょっとびくっとしたね。 途中のまあ音聞いてるだけの人に説明すると水面に映る耳の姿は人間だと思っていたら猫だったんだねだから多分おばあちゃんが亡くなってしまってそこに飼っていた猫が耳だったんだろうな <laughs> まあ絵本を見ている読者視点から見ると 耳ってだけ聞くと女の子かなって思うけどまあ絵も含めてね女の子で描かれてるから女の子って思い込んじゃうけど実は飼い猫だったっていうねなんかちょっと <laughs> ドキッとさせられる、ね、なんか絵本だったなうんこの絵本が言いたいことっていうのは何なんだろうな 思い込みで物事を見すぎない。まあ、なんか想像に過ぎないけどさ <laughs>。物事に対して思い込みだけでうん判断してはいけないっていうことなのかなうん。柔軟な姿勢で物事を見る大切さとか、あとは本当の自分っていう言葉もあったから、実は自分が思い込んでいる姿って違って、 ありのままの自分の姿が別にある可能性もあるっていうね。うん、<laughs> 自分は自分の中でこうだって思い込んでることが実は違うことがあるかもしれないっていうメッセージなのかもしれないな。うん、なんかいろんな捉え方があるよね。<laughs> 大丈夫そろそろ寝れそうか <laughs> よしよし、エコやな。あじゃあ目つむってゆっくり寝るんやで。おやすみな。